5年生の課題、心を開くを書いてみます。心は舌を揃えることが大切です。一画目は細めに入って最後に太くします。細く入ってだんだん太くして止めます。ここより下がらないようにして、一画目よりも上から斜めに降りていって、方向を変えてお尻を上げます。そして大きく跳ねます。跳ねの左と右に点を打ちます。二画目よりも少し上から点を打って次のところへ行きます。少し上からもう一つの点を打って、この点がこの角から飛び出さないように気をつけましょう。くっつきの尾の一画目は長くならないように気をつけましょう。少し上にして短く反り気味に書きます。真ん中よりも右から入って真ん中で交差して、そのまま横へ行って中心を通って真下に降ります。ここでゆっくり止めましょう。今度は曲がり角、ここから飛び出さないように気をつけて、遠くからトンと入ってぐーっと曲がって中心を越えてお尻を下がらないようにして止めます。中心がこことここを通っているように書きましょう。開くはこちら側に名前のスペースがいるので、気をつけながら大きく書きましょう。縦棒を少し反り気味にまっすぐに下まで降りて止めます。やや弓なりになっている感じです。横画は短く細くして向きを変えて下に降ります。締めて2つで、この縦棒が出るようにしましょう。少し上から、今度はこの延長上に横画を書いて肩を出して、ここでしっかり背筋を伸ばすように反り気味にして、ここで直角を作って跳ねます。これは中に入ってから跳ねていますが、そのまま跳ねてもいいです。そして同じ感覚になるように横画を2本。中に2の漢字の2という文字を書きます。反る、踏ん張る。そして1つ目は払う、2つ目はまっすぐ。すぐ門からはみ出さないように止めます。くは曲がった後の方が長いということを覚えておいてください。斜め45度に入って滑り台のように降ります。起き直して反対の方へ向かう。そしてゆっくり止めます。少しこちらの方が上より長くなります。心の一画目がこちらに張っているので、学年はこの下から5ね。妙。
名前。名前が3文字の人はもう一つ下に字を書きましょう。4文字の書き初めを書くときの紙の折り方を言います。まず半分に折って線を入れます。もう一度半分に折るのですが、その時に上1センチを控えて残しておきます。そして残した1センチを折り返して上と下に余白をつけます。縦に半分に折ります。そうすると4つのお部屋に分かれることができます。